セッションは残り5分だ。よし、マシンのセッティングを変えよう。
最高のラップタイムでポールを奪ったのはフェリペ・マッサです。他を寄せ付けない走りでしたね。明日もこのブラジル人ドライバーから目が離せません。ここ最も難易度が高いコースの一つですが、高速で複雑なコーナーを持つこのコースを気に入っているドライバーもたくさんいます。さあ、日本グランプリの幕開けです。まもなくレースの準備が整いそうですが、ここでグリッド順を確認しておきましょう。
バルテリ・ボッタス、素晴らしい走りで見事に勝利。ウィリアムズはこの結果に大満足でしょう。